清から独立した大韓帝国皇帝構想と皇太子淳州大韓帝国の大礼服と様々な勲章をまとっている皇宗大韓帝国の大礼服と大国菊花小継職など様々な勲章をまとった淳州大韓帝国の大礼服と勲章をまとって座っている順宗大韓全図大韓帝国は1897年から1910年の滅亡に至るまで 李氏朝鮮が用いた国語を、大韓国、韓国とも言った。また、現在の大韓民国と区別するため、旧、韓国と呼ばれることもある。朝鮮半島最後の先制君主国であるが、日露戦争後は日本の保護国となり、1910年8月の韓国併合によって滅亡した。国号の大韓は、高句麗、九ダラ、シラの三国統一を達する名称として出た。 構想実録36巻、構想34年10月13日2番目の記事より、全文は国史編纂委員会が公式ホームページを設けて公開している。構想実録によると、清からの作法体制離脱にあたり、朝鮮王宮では民から可視された国語を、朝鮮を変更する提案が、家臣から構想になされた。その際、構想は朝鮮を、 三冠の地と認識しており、かつ、冠を含む名称が、歴代の統一朝鮮王朝の国号として使われて、いなかった。そのため、国号としての格が従来より上がる、漢字一文字の、冠に、就職後の、代を加えた、代冠が、新しい国号に定められたという、構想実録十六巻、構想十四年十月十一日三番目の記事より、また、 国名を帝国としたのは、作法からの離脱に際し、国王の称号を皇帝へと変更したからである。小島武氏は、清という皇帝がいる、国の日後下にある王国だったのが、日本が後押しして、清から自立した帝国になり、大韓帝国を正式な国号としますと表している。朝鮮国は、1637年に清と三田渡るの名役を結んで、 作報告となっていた。その後、19世紀後半に列強の帝国主義政策が東アジアにまで及ぶと、1875年の高加党事件を契機として、翌1876年に日本と締結した日朝修好条記をはじめ、李氏朝鮮はアメリカやフランスなどの欧米諸国と不平等条約を結ぶことになった。このような情勢を受け、朝鮮国内では、 新国との作法体制を脱して近代化をすべきだというものと、新国との関係を維持すべきだというものとが対立する。そうした中で1882年、両派の暗党から神語事変が起こり、日本公使館も冒頭に焼き打ちされて死亡者が発生する。公使館保護を名目とする日本と朝鮮を俗国と主張する新の両国は、鎮圧を理由として共に出兵。 日清の対立は決定的となった。当時の朝鮮半島は共に自らの勢力圏に収めようとする日本と新朝の地区の場であったため、日本は権益を確立するため朝鮮国に対する新朝の影響を排除する必要があった。そして1894年に日清戦争が勃発し、1895年に日本が新国に勝利、 下関条約を締結した。この条約により、大日本帝国は清国に、朝鮮が自主独立国であることを認めさせ、朝鮮国から清国に対する貢献、進化の典礼等を廃止させた。朝鮮国王構想は1896年2月11日から1897年2月20日まで、ロシア公使館に逃れていたが、喜び運軍へ戻った。 1897年にもはや真の反属国で亡くなった以上国王号を使用することは望ましくないという儒者の権限に従い以下の改革が実施された。李氏朝鮮では新道派の政権が誕生しており日本とロシアは小村、ウェーバーを覚え書き及び山形、ロバノフ協定を結んでいた。1897年9月、ロシア公使がカール・イバノビッチ・ベイバーから アレクセイ・ニコラビッチ・シュペエールへと変わり、同年10月に彼が英国人、ジョン・マクレビブラウンを強制的に解任しようとする事件が起きた。また、ロシアは独立協会の活動を支援しているとして、アメリカの宣教師を反撃した。アメリカ講師ホレイス・ニュートナー・アレンは、韓国でのロシアの干渉は、 現在、軍事的及び政治的問題に関連する最も親密な事柄に広がる。と報告している。しかし、その後ロシアは、三国干渉によって、1898年3月15日に、新国と旅順港、大連湾咀嚼に関する条約を結び、不登校が手に入ることになると、韓国への関心が失われ、1898年3月23日には、 韓国からすべてのロシアの軍事、民事アドバイザーが撤退した。1898年4月25日、日本とロシアは西、ゼン協定を結んだ。しかし、その後、韓国政府が独立協会を排撃したため、アレンは朝鮮人は外国勢力とそのアドバイスに学ばなければならないとして、韓国の統治能力に疑問を持ち始め、 その状態は、ロシアの影響が完全に撤退されて、以降、ますますひどくなったと述べている。1896年7月、英国人の税官長ブラウンが財政顧問となった。1897年10月、ロシア公使、シュペエールが財政顧問を英国人ブラウンからロシア人、キリリュアレキ政府へと変えようとする事件が起きた。通貨においては、 韓国の提出が納付金を記して白童貨の私を目標したため、白童貨の乱造、密輸が横行し、その悪化によって小取引に問題が発生していた。1904年10月、目方種太郎が財政顧問となり、同年11月、高価の鋳造を行っていた転換局を閉鎖した。1905年7月、韓国は 日本と同一の貨幣制度を採用し、中造は大阪造幣局が行うようになった。1905年8月、ブラウンは税官庁を辞め、韓国を去った。1899年には、清と反清通商条約を結び、独立協会を弾圧して、立法機関である法規構成書において、国家基本法である旧華城の大韓国国政を制定。 近代化を目指す公部改革を推進し土地調査や、鉱山開発など食産工業政策を実施するが、財源不足や諸外国の外圧により、利権を奪われるなどして挫折する。1905年、7月のカツラ、タフト協定、8月の第2次日英同盟条約、9月成立のポーツマス条約により、日本の韓国に対する排他的な指導権が列強によって承認され、 同年11月の第二次日韓協約で、韓国党官府が設けられて、日本の保護国となった。韓国側からの申し出により、1910年の韓国併合に関する条約の締結により、日本に併合され、大韓帝国は滅亡した。大韓帝国の皇帝は、大日本帝国において1910年の小直により、小徳宮、利用に偶された。なお、 日本の知識人を中心に併合反対の世論も存在した。伊藤博文は朝鮮人による統治によって半島を近代化させる方針であったが、総督府時代の体験から朝鮮人のみでは近代化に至らないと判断するに至った。また、日本国内には近代化されず遅れた朝鮮人を帝国新民にすることに対する否定的な論調も存在した。 1899年には、大韓国国政と呼ばれる憲法が制定され、そこでは、大韓国が自主独立の国であること大韓国の政治は、万政府編の先制政治であること大韓国大皇帝が無限の君権を共有すること大韓国大皇帝は不可侵であること大韓国大皇帝が統帥権を有すること大韓国大皇帝が法律制定権。 本社権を有すること大韓国大皇帝が行政各部の完成及び法級を定めること大韓国大皇帝が管理の承認公格を決定し、栄典を授与すること大韓国大皇帝が外交権を有し、各国日社を派遣、駐在させ、先々行和及び諸般の条約を締結するが定められた。大韓帝国は下記の国と国交を有していた。ただし、 1905年の第二次日韓、協約締結後は、外交権を喪失したため、日本以外のすべての国と国交を断絶した。大日本帝国から1876年から1910年、アメリカ合衆国から1882年から1905年、イギリスから1882年から1905年、ドイツ帝国から1883年から1905年、 イタリア王国から1884年から1905年、ロシア帝国から1884年から1905年、フランス共和国から1886年から1905年、オーストリア・ハンガリー帝国から1892年から1905年、新から1899年から1905年、ベルギーから1901年から1905年、 デンマークから1902年から1905年、加藤正之助の韓国経営によれば、親族、共闘の相互扶助、教職の習慣があり、一種の共産主義となっていたため、大惰を助長する面が存在したものの、基金においても小事が少ないという利点があったとされる。また、管理による徴収がひどかったため、貯蓄を行うことは危険な行為とみなされており、食べて、 一生を送るのが安全だとの認識が広まっていたとされる。主食は米、きび、あわであった。加藤正之助によれば、料理は中華料理に煮るものの、それに足らないものであったとされる。料理は山盛りにして出され、最初に来客や主人が食べ、その残りを息子が食べ、その残りを家人等が食べ、その残りを下僕が食べていた。ありがとうございます。